おかしな話なんです。じゃあ神経痛っていうのは神経周辺痛って意味ですからね。じゃあ例えばですよ、ね、僕今こうやって開いた、これも神経痛ですって話になっちゃいますね。何やっても神経痛になっちゃいますね。わかりますか言ってるの、うん、神経が痛いことないですか。そうで、これね診断面なんですけど、なんでこういうね変わった変な診断面がいっぱいあるかというと、診断面パクッとこう切って上から見るとお腹側背中側って感じですね。でお尻が痛い時はこの四角の一番、腰の中の四角の一番っていう場所の筋肉が硬くなるとお尻が痛くなる。四角の二番っていう場所の筋肉が硬くなると太ももが痛くなる。じゃあ膝が痛い方はどのぐらいいますか。膝が痛い、すいませんね、なんで、あ、じゃあ四角の三番っていう場所の筋肉が硬くなると膝が痛くなる。じゃあ小村周りが起きるってさっき手を挙げていただいた方、四角の4番っていう場所の筋肉が硬くなると小村帰りが起きます。これ皆さん同じ人間ですからね、あの1ミリほとんど1ミリも狂わず全部一緒です。でまずですね、ちょっといきますね。まずね、太ももね、膝のところ90度に曲げます。いいですかね。あ、椅子に座ってるなら90度ですね。で叩くのは太ももの正面ではなく真横でなく斜め45度外側叩きます。で叩く道具なんで自分の手を使います。手のねここだったりとかここだったりとか筋肉がついている場所、弾力がある場所で叩いてください。皮膚の下に骨があるような場所で叩いたらダメです。よろしいですね。で膝から足の付け根までね叩いてきて、ここまで来て1回です。で戻って2回目戻って3回っていう片足10回やってください。だいたい細かく叩いていくと15回ぐらい叩くんですね。それを10回やったら150回叩いていく。で終わったら反対の足も10回叩いてみる。それで腰で指を1回離して2秒以上間を置いてまた指を当ててっていうのを繰り返してどんどん